どうも、クレジットの引き落としが毎月20万くる男、サボリーマンです。慣れてきた。今回は食玩よりモビリティジョイントガンダム第2弾が発売されましたんで見ていきたいと思います。今回はニューガンダムのセットを見ていきたいと思います。ナンバー01がニューガンダムの本体。ナンバー05がニューガンダム用 EX パーツになります。ちなみにこの2つで全て揃うかと思ったらフィンファンネルが付属しません。フィンファンネルはさらに別売りのナンバー06サザビー&ニューガンダム用 EX パーツ、こちらの中に入っています。なのでニューガンダムのセットを揃えようと思うと3箱を購入する必要があります。ご注意ください。バンダイさんお得意のセット売りになっております。この動画ではニューガンダムのセットを見ていきますが、他にも種類がサザビーと、一般機のギラ動画やギラ動画レズンシュナイダー専用機、ギラ動画用 EX パーツなどがラインナップとして用意されていきます。サザビーとギラ動画に関してはまた別の動画で作っていきたいと思います。それでは早速ナンバー01のニューガンダムから、このモビリティジョイントガンダムは今回が第2弾になります。胴体にはフレームが入っています。それではナンバー01のニューガンダムから開封して見ていきましょう。いざオープン。組み立て方はウェブ説明書ではなくてパッケージの裏に記載がありました。内容物は2袋、あとガムが1つ。開封して並べてみました。ランナーは全部で6枚。1枚のみブラックで塗装がされたランナーが含まれていました。ボディに関してはモビリティジョイントのフレームに外装パーツが取り付けられていました。各パーツは最低限の塗装で、色が足りない箇所にはホイールシールを貼っていく仕様となっております。このシリーズは色分けが弱点にはなってはいますが、可動域がとても優秀な作りになっているので詳しく見ていきたいと思います。まずはボディから胸部の外装パーツを外してみました。モビリティジョイントの内部フレームはこんな作りになっています。腕や足の根元は G フレームのようにボールジョイントで固く接続がされています。あと腕の根元も前方に引き出せる作りとなっています。バックパックは1パーツ、ボディはこれで完成。シール補填箇所が数箇所ありますが、最後にまとめて貼っていきたいと思います。頭部はわずか2パーツで完成。センサーシールのみ参考までに先に貼ってみました。結構いい感じになります。ちなみに後ろ側のセンサーシールはなぜか付属しませんでした。頭部はボールジョイントで接続。 SD ガンダムのデフォルメ体型が好きな方は結構ハマりそうですね。あと外装表面にはかなり細かいディテールが全体に入っております。続いて腕部、前腕部はボールジョイントで接続。ハンドパーツは握り拳のみボールジョイントで接続。肩アーマーは側面よりスライド。可動軸の接続はほとんどがボールジョイント。腕の可動を見ていきます。肩アーマーは前後に若干可動。肘関節はボールジョイントで90度まで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動。肩アーマーも大きくスイング。さらに肩アーマーは上下に動かすこともできます。この触感は本当によく動く作りになっていますね。前腕部は左右で形状が違い、左の前腕部のみブラックで塗装がされていました。続いて腰部、フロントのパーツは2パーツ。一応フロントアーマーは中央でカットができそうですが、今回は触感なのでしないで見ていきたいと思います。フロントのパーツは2パーツ。リアアーマーは左右で分かれていて、足の関節フレームに接続。リアとサイドのアーマーを関節フレームに取り付けることで可動域の邪魔をしない作りになっています。続いて脚部、関節フレームが入っていて外装パーツを取り付けていきます。挟み込む作りになるのでまっすぐ合わせ目が発生。足パーツはホワイトの成形色のワンパーツ。触感ということもあり肉抜き穴ががっつり発生しますが、アクションベース用のジョイント穴が用意されています。足パーツもボールジョイントで接続。膝関節もボールジョイントで接続。これは硬いぞ。下半身完成しました。ディテールに関してはかなり細かく造形がされています。ですが色分けはかなり弱いですね。あとこのモビリティジョイントガンダムのシリーズは SD ガンダムの等身ではありますが、足が結構長い作りになっています。足パーツの接続箇所もボールジョイントになっているので本当によく動く作りにはなっていますが、膝関節はリアーマーに干渉するためあまり曲がりません。下半身と上半身が整ってまいりましたので、かなり長めの軸で接続。このセットに付属しているのはビームライフルとシールドのみ。シールドはジョイントパーツにボールジョイント接続で上下高さを調整することができます。武装類を装備させてみました。ニューガンダムの単体のセットだとここまでになります。続いてナンバー06のサザビー&ニューガンダム用 EX パーツの武装類を持たせてみていきたいと思います。いざオープン。内容物は1袋とガム。開封して内容物を並べてみました。ニューガンダムの武装類はフィンファンネルとニューハイパーバズーカ、あとビームサーベルが2本。続いてサザミの武装はビームサーベルとビームアックス、ロングライフルにシールド、あとホイールシールが1枚付属。この黒いシールがニューハイパーバズーカ、ネオジオのシールはサザビのシールドに貼るものになります。サザビの武装類に関してはサザビの動画でまた見ていきたいと思います。まずはニューハイパーバズーカから持たせてみていきます。武装類はハンドパーツにカチッと固定ができます。デフォルメ体型なのでサイズ感は微妙ですが、肩アーマーにバズーカをかけて構えることができます。
ビームサーベルは2本付属するのでお好みで持たせることができます。ビームサーベルを持たしてフィンファンネルを取り付けてみました。可動域が広い分アクションベースに接続して防塵を取らした方がかっこよく決まりますね。あとフィンファンネルはワンパーツで成形されていて、裏側にはがっつり肉抜き穴が発生。あとニューハイパーバズーカには凹凸があり、バックパックにマウントさせることができます。マウントさせてみたらこんな感じ。フィンファンネルに関してもニューハイパーバズーカもビームサーベルもそうなんですが、保持力がとてもあるのでかなり外れにくい作りとなっています。あとニューハイパーバズーカはモナカ構造で真ん中にまっすぐ合わせ目が発生。続きましてナンバー05、ニューガンダム用 EX パーツヘビーウェポンシステムですね。こちらを取り付けて見ていきたいと思います。いざオープン。パッケージ裏の説明書って意外と切り取るのが結構難しいですよね。今回は綺麗に切り取ることができました。内容物は1袋とガム、開封して並べてみました。内容物をチェックしていきたいと思います。リアアーマーと脚部、走行ユニットはランナーについた状態で入っていました。ハイパーメガライフルはホワイトの単色、リアアーマー走行ユニット、胸部走行ユニットは中央がブラックで塗装がされていました。ハイメガシールドも2連層メガ粒子砲がブラックで塗装がされています。おなじみのホイールシールが付属。最後に貼り付けてどんな感じになるか見ていきたいと思います。それではヘビーウェポンシステムを装着して見ていきたいと思います。胸部とフロントアーマーは差し替え式になるので外して差し替えていきます。胸部の外装パーツを装着、フロントアーマーも差し替え、中央のパーツはそのまま既存のものを使っています。脚部側面のスラスターは凹凸で接続ができる作りとなっています。リアアーマー走行ユニットも既存のパーツの上から接続、ハイメガシールドは通常のシールドに重ねるようにして取り付けていきます。シールドはかなり重くなり、接続はボールジョイントですが結構固めの作りになっているので安定して保持をしてくれます。ハイパーメガライフルを持たしてフィンファンネルを装備し、バズーカもマウントしてしまえばヘビーエポンシステムの完走が完了になります。色合いはシールでの補填になるので貼ってなかったらかなり真っ白になってはしまいますが、ディティールに関しては本当にすごい造形をしてますね。よく稼働してくれますし、触感としては本当に十分なクオリティになっていますね。ですが後ろから見たら結構肉抜き穴が目立ってしまうので、こういった部分だけでも簡易的に塞いでしまうのもいいかもしれません。あとハイパーメガライフルですが、これはワンパーツではなく2パーツのモナカ構造になっているので中央に合わせ目がくっきりと発生します。それでは簡単に可動域をチェックしていきたいと思います。まずは頭部から、頭部根元はボールジョイント接続、首根元は前後に若干動かすことができます。上を見上げるとこのぐらい、顎を引くとこのぐらいまで下げることができます。ですがなんか首が横を向いてしまう。横のひねりも見ていきます。特に干渉するものはないので1回転させることができました。上半身と下半身は軸接続になるため前後へのしなりは特には入っていません。上半身のひねりも見ていきます。特に干渉するものはないため1回転させることができました。腕パーツ根元の関節フレームは上下に稼働し、肩幅の位置を調整することができます。前後にも若干稼働。腕を開いて限界まで上に上げてみたいと思います。肩幅が大きく跳ね上がるのでこのぐらいまで上げることができました。足の開きも見ていきます。股関節根元はボールジョイント、リアアーマーが干渉してしまって結構外れやすいですね。足の開きは限界でこのぐらい。できないことは分かってはいますが、膝関節があるので膝立ちをさせてみたいと思います。ニューガンダムの膝立ちが整いました。膝関節はボールジョイントで思いのほか曲がりますが、リアアーマーとフロントアーマーが干渉してしまうためそこまで足を曲げることはできない作りになっています。ですが SD の等身でここまで動いてくれるのはすごいですね。続きましてシール補填箇所をチェックしていきます。素組みのままだとかなりさっぱりしていて、ロールアウトカラーみたいなカラーリングをしています。各部位にシール貼り付け箇所があるので、シール自体に抵抗がある方には不向きの触感かもしれません。参考までにホイールシールを全て貼ってみました。ブラックのシール箇所が多く、質感が気にならなければシールを貼るだけでもかなり引き締まります。ヘビーウェポンシステムを装備した素組みの状態も比較してみました。脚部追加装甲とハイメガシールドのブラックは全てシールでの補填になります。参考までにシールを貼ってみましたが、サイズ感もぴったりで綺麗に貼ることができます。触感を塗装する方はそんなに多くないとは思うので、シールを貼って SD のサイズ感や乾燥ギミックを楽しむのもいいのではないかと思います。
参考までに食玩のガンダムシリーズで並べてみました。左からコンバージ、モビリティジョイント、G フレーム FA。 サイズ感は G フレームよりかなり小さく、 SD 等身ではありますが足がかなり長く見えます。 SD 世代や G ジェネをやっていた人からするとこの足の長さに違和感を感じる方も多そうですね。はい、今回はモビリティジョイントガンダムよりニューガンダムと EX パーツを見ていきました。色分けが最大の弱点ではありますが、パーツのディティールは精密でよく稼働してくれる面白い食玩だと思います。 G フレームとモビリスーツアンサンブルの中間のような食玩シリーズですが、人気がないのかいつも売れ残っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。店頭で普通に買えると思います。またサザビーやギラ動画の動画も数日以内にはアップされているので、ぜひ概要欄からそちらもチェックしてみてください。以上がレビューになります。参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。